ドン・ソウキ、竹内光雄生まれてきたから死ぬまで生きてやるのだ。ただそれだけだ。日本語は正確に発音しよう。白ければ白いと。ピリオド、カンマ、クエスチョンマーク。でも、妥協は嫌だ。小さな銅像が蝶々と遊んでいる。 彼は、この漁業町の尖閣者であった。四角形、六角形、その低垂落を見よ。爆弾を持って歩いていた。生活を分数にしていた。恥をかいて、その上塗りまでしたら、輝き出した。俺は、機関車の不器用な爆心ぶりが好きだ。 もし、軍人が傲慢でなかったら、自殺する。目から鼻へ、知恵が抜けていた。みんながみんな、勝つことを望んだので、負けることがあまりに余った。それをことごとく拾い集めた奴がいて、通天ジャックの計算のように、プラスマイナスが逆になった。バツバツは、 罰の、豪華版である。罰罰しなくても、罰罰はできる。哲学は、論理の無用であることの証明に役立つ。女は馬鹿な奴で、自分と同じ程度の男しか理解できない。しようとしない。今は、詩人の出る幕ではない。ただし、マスクドラマなら、 その限りにあらず。私の純情をもてあそばれたのです。女が言うともっともらしく聞こえるが、男が言うとふぬけ玉に見える。注釈をしながら生きていたら、注釈すること自身が生活になった。小説家。批評家に。批評する暇があるなら創作してくれ。 子供は注釈なしで憎いものを憎みしたいことをする。だから好きだ。俺はずるい男なので、誰からもずるい男と言われぬよう極力気を配った。俺は人間という宿命みたいなものを担いで鈍走する。すでにスタートは切られた。どちらかが計算を始めたら、 恋愛はおしまいである。計算抜きで人を愛することのできない奴は生きる資格がない。意味軸もこの世に生まれたれば、我意味軸も生きん。性ある限り、ひたぶるに鈍争せん。二分走りせん。